この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所欲しいものがきっと見つかる文具タグ企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。 今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ、えー、もう本当に悲しいっていう感じなんですが2022年今日はあの夕方5時から生放送でお届けしているんですがこう指を数えて。 折数えてみてもう10日余りという2022年残すところ皆さんどんな日々をお過ごしでしょうかさてこの,あの12月最後の、えー、グリーンコミュニケーションではないんですが3か月ぶりになんとご登場の、えー、医療法人財団足立病院 理事長でいらっしゃる畑山博さんにこういうテーマで今日は伺います日本が心配少子化が加速してますんそんなお話です、ね、でも寒いね今日寒かった寒いですね私ね高知なんだけどね、はい、あ、高知もねおめでとうございますみんなが、ね、雪をいっぱいねすごいですね雪の写真いっぱいニュースになってましたすごこの観測1 0年の間で14センチ、うん、でしょう初めてやろ 私ねだって高知で育ったけど見たことなかったもん雪って見たことなかった見たことなくずっと育ったのに18年間育ったのにあこんなこともあるんだなみたいに多分誰もスノータイヤなんかつけたことないと思うから事故いっぱいあると思うよ夜ね今日の夜ね。そか 今朝で十四センチだからまだこの今晩もうちょっと降ったら凍る可能性がありますね凍ると余計にいろんなものが危なくただ高知ってあの坂とかあまりないようなないない海沿だからねなんか平地であることが救いかなみたいな運転し慣れてないから多分ね 事故いっぱいだと思うし怪我いっぱいだと思うわ。ああそうですか。うん、これはもうあの本当に全国の皆様あの今晩からこのクリスマスカンパ、うん、と言われるカンパがやってきますから、ねはい、気をつけないと大事ですね。あの雪って本当にあの、えー、大変っていうか、うん、あのホワイトアウトってありますよね。あ,ねあれで事故もあるし運転しててそうそうそう全く見えない見えなくなりますよね。ねそれもそうだしそのはい。 えっと、ね、東北地方なんかでは、その。今回のその雪で、全くこの家に電気が来なくなったから、車の中で暖を取ってて。一酸化炭素中止なくなってる。よね二十代の女性がなくなりましたよ。ねすごいね。あの、一酸。マフラーが雪に思って、あの、一酸化炭素が。入ってきてね、いつの間にか死んでるよね、あれね。無味無臭なので。わからないというところが、その、ただ、そうやって雪が。 降りしきる中で、うん、その雪を除雪するって難しいですよねでもね雪国の人だから知ってるはずなのにねいやーとはいえねそうそうやっぱりなかなかだったからね大変だなっていう新潟などはあまり積雪が例年がそんなにないとも聞きますけどもね。うん まあしかしなかなか大変な金沢とかあの辺ありも大変ですね,すね今,日今日またすごいでしょうね。本当ですね、うん、ぜひお気をつけください、はいはい、さあ気をつけなければならないことがいろいろあるんですけれども、うん、あのどうでしょうか、えー、新型コロナのその感染状況ああすごい増えてる第8波も来てるよね、えー、京都もすごく増えてますよ。う えと何百人台だったか感染症が1,000人台なかったな2,000人,人だったなっ、はい、て昨、ね、日う、おとぐらい3,000人だったなって病院でも私たちあの産婦人科だけど16床のコロナ病床を持って,て、はいてっと、ね、一月ぐらいまでは本当に1、ね、人、2人、まあ、多くても4、5人だったけど今はもうどんどん入院患者が増えてきて、はい、でそれを送,る送ろうとしたけどその大学病院もそうだけど。 大きな総合集産機センターがどこもいっぱいで見れませんになったんで自分のとこでお産もせんといかんとだからもううちで最初はお産は大学病院総合病院に送るって言ってたけどお産も取るようになったねそうですかそれは1か月前もそこそこの人数ああ増えてきたなっていう状況でしたがやっぱり増え方が違うとい寒くなっってて窓を閉めねやぱりこう。 密にななるることが多くなるからねやっぱりあの北海道がさっき増えたというところもそうそうそう外北地方もそうでしょかようやっぱり一番は換気というところがあるのう窓を開けて空気を流すっていうことが一番だと思うけどこの寒い時にそれできないもんね。できないですよねバスとか乗り物に乗ってもで閉めてるしね。 その病院におけるこう換気っていうのは、うん、もう窓開けてるよ。だいごはガンガンやってるけど、はい、窓を開けて空気の流れを通れるように、はいまあ、特にうちはの病院ができたとこでしょこの8月にできたとこだったんで、はい、もうコロナ中にこうあこの感染を防ぐためにどうしたら空気が流れて変わるかを考えてるんで、ええ、それはうまくできてるね。 それは不幸中の災害というか、はい、そういうことで、うん、やっぱりそれにあの迎え撃つ対応ができるということですね、はい、そうですかそうするとなかなか、えー、コロナにおいても大変というところですがただその重症化率が、うん、あのインフルエンザとそんなに変わらなくなりましたみたいな話もありました。ですが、うんうんうん 百人に一人一パーセントでしょ。千人に一人以下も一人だから、はいはい、ね三千人かかってたら三人ぐ三人ぐらいは三四人ぐらいはやっぱり毎,毎日重症の人が出てくるってことだもんね。それをどう見るか、どう見るかやね。多いと見るか少ないと見るかよね。そういう中には高齢者の方やそれから妊婦さんがいる、ね、妊婦さんがいるっていうところをやっぱり想像すると。はい あの決してあなれない、はいというとうころですよねもう一つ問題なのはそういう方が 1>,、はい、まあ1日3人でも4人でもずっと出続けると、はい、それを見てるその大学病院総合集産期の病院がですねあ総合病院が人がいっぱいになってきて緊急の手術ができないっていうことが言ってくるね今はそうやってどこどこの病院から緊急手術ができません患者の搬送を受け入れませんっていうのがファックしてきますもんねそうですか、うんはい、分かりました。 あのちょっと本題に移る前に一、はい、つあのラジオを聞きの方から質問があったんですがはい、はい、初めて妊娠しましたと、はい、それで現在妊娠4か月です、はい、あのいろんな相談をする相手もいません、はい、何に注意したらいいでしょうと季節的なこともあるでしょうし妊娠初期なのよねまだ4か月だから多分つわりがやっと終わったぐらいだよね。はい、うん つまり大体妊娠4ヶ月になると終わってくるから多分この1ヶ月ぐらいはねあんまりちゃんと食事取れてないはずだからまず一番大事なのは、はい、ちゃんと食事をとることやね<う>タンパク質もそうだしカルシウムも鉄分もそうだし栄養もそうだし、はい、もちろんおいしいもの食べたらいいからまずちゃんと食事をとること、はいうん、それが第一番やね<え>もう一つはやっぱり感染症に対してこう免疫力を高まえるためには、はい、ちゃんと睡眠も取ることやね 睡眠をとだから生活をちゃんと規則正しくして、うん、ちゃんと休憩をとって睡眠をとって食事をとることがまず妊娠初期の一番大事なことでしだ4ヶ月だと安定期<だ>とは言えないけう,、うんうね、基本的には95%以上はもうちゃんと普通に出産までいくと思いますよ。あ うん、だか,らうかもうあとあとはお腹の中に自分が赤ちゃんがいるんだってことを周りにも分かってもらって、はい、自分でもちゃんと理解して、そういう生活に変えていくっていうことが大事やね。走ったり転んだり無理したりっていうことはしないようにしていくっていうことが大事やね。そう,そうですね。今はそんなもんだと思うよ。<laughs> あ、そうで初期はそんなもんです。そうですか。うん、あの、特別なんかしちゃいかんとかそんなことはないと。思うそうですか。うん、あの一人目、二人目、三人目、あの、うん、私の周りには三人っていう人が、うん、結構。すごいね。 多かったんですが、うん、それはやっぱり人が人を呼ぶっていうか、あ、なん,んかな、三人いけるんやみたいな<ー>そのの,、ね、のんびり感が伝わるっていうか、うん、やっぱり、まあ昔から妊娠は移るって言うからね。誰か一人妊娠すると周りパタパタパタと妊娠しますよね。はあ、<laughs> そうそう妊娠は移るって言ってた昔から。 例えば公園で子供を遊ばしてるお母さんの誰かが一人が妊娠すると周りみんなわーっと妊娠するとか保育園の誰かお母さんが一人妊娠するとみんな妊娠するとかマンションの中で誰かが妊娠すると一緒の団地の人たちがみんな妊娠するとか女性って赤ちゃんの鳴き声を見たりお腹が大きいのはお母さんのお腹触ったりするとなんかいいなと思うと女性ホルモンいっぱい出て妊娠しやすくなるやろね。なるほどいいですねさあ 日本がそんなふうにならないとだめというお話を今日はしないとだめなんですが今日のテーマは日本の少子化の問題なんですが。すごいよね すごいね、大丈夫ですかっていう感じで、ね、年え6年か7年の前に100万人き切ったって、ね、大騒ぎしたの1年間に生まれる赤ちゃんの数が100万人を切ったって大騒ぎしてマスコミもいっぱい取り上げてこのままじゃダメだって政府もいろんなことを言ってこうしよう足をそうしようって言ってるうちに何もしないうちに4年前かな 86, 86万を切ったと。 これは偉いことって言ってこのままだったらいつか80万を切るしって言ったらもうそんな3年もしないうちに80万を切って77万でしょそうなこのまま減っていたら多分あっという間にその60万万ゼロになるんじゃないでそうですか、ねはい、でもよく考えたらその75年前80年前に 二百七十万人生まれたんですよね。第二次米。第一次米。あ、第一次。戦後ね、二百七十万人生まれたのが、八十万人しか生まれなく、七十七万しか生まれないってこと、四分の一ぐらいになるもね。それを想像するだけで。すごいでしょう。って、四分の一しか生まれないんです。もしこれが、例えば家の収入だと考えたら。えらいこと。えらいことですね。パーセント減っても。えらい。あの、例えば、こういうちっちゃな会社でも。そう、そうでしょう。十パーセント減った、あんまり。給料減額っていう感じ 人ってね人って一人生まれると <laughs>、はい、一生の間で2億から3億ぐらいのお金を使うって言われてるのああ減るっていうことはもうそれだけそ,、はい、それだけ大変なことなんですよね。経経経済済済にもももそそそそうそうそうもう経済もちろん経済もそうでしょだって防衛費上げるって今言ってるけど、はい、いや人口がこのままどんどん減っていくのにその防衛費上げて誰を守りたいのって思うし何を守りたいのって思うし。 人がいないんだからその防衛力でじゃあ誰がその自衛隊に入って国を守ってくれ誰が守るのって思うよね結構あのー、人員不足っていないでしょいろんな若い世代に入らないしね自衛,、はい、自衛隊なんかそうですよね警察もそうですよねす消防もそうですよねだからインフラ大事なことはよくわかります防衛力も大事 あの街をきれいにすることも大事。安全にすることも大事。家事をなくすことも大事だけど、それを守る人たちもいないんですよね。もうね。そこを分かってないね。お金さえ出したらどうにかなると思ってるところが、いや少子化ってね。もう本当ね。サイレントキラーなんです。もう静かなる殺し屋と言われてて、国そのものを殺すようなあの原因ですよね。はい、全ての原因なんです。少子化って。あのー？ 日本の政治家がそのようなこう皆さんが考えに、うん、みんな思ってるしてみんな知ってるいやみんな思っててみんな知ってるの<え>でも実は少子化を克服しようと思うとと思50年ぐらいかかる、ね、50年先まで日本の政治家自分が政治してるとは誰もいないですからみんなだいぶ高齢だからね。 高齢者でしょ、はい、じゃあ自分の住まって政治家で自分の選挙を応援してくれるこの何年か先の話しか考えないから高齢者にお金をどん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 どつぎ込んであのでも若い世代にはまああんたらもう,もうしゃあないわなみたいな話じゃね。なんで日本の政治家はその選挙で自分が当選する国のため考えてて政治家にななってる人が少ないかは。何のためというところが全然。 そ,うそれはこう中国はなかなか大変ですがやっぱり50年の刑100年のか将来どうなるかは考えてる中国の政治家って遠い将来を見てますよねでもね別に中国だけじゃないの例えばフランスなんかは少子化その50年前に今,と今の日本と同じようにその出生率が1.2まで下がったからこのままではフランスという国がなくなるとこれじゃダメだっていうことで。 年年かけてもうそれぐらい,経ちたいうでそうすると2.0まで上がるの。ですす超えてるんですよドイツももうねフランスがこうやってるのを見ながらいやまあ自分とこはどうにかって言ってたけどもうダメだと分かったからやっぱり20年この20年かけて一生懸命少子化対策をしてるんでお金もかけて、はい、人もかけてそうすると1.2だったのが1.5まで上がってるの。 この20年でそのカーブがこう出所率早速上向きになったけど、日本がこう下がっているて、うん。日本はその同じように1.2まで下がって、はい、あ、これはダメだ、お金どうしようって言ってる間に1.1まで下がってきてるわけでしょ。はい、どんどん下がるわけですよ。よこれからね。ええ、だから日本ってね、やっぱ将来長い目で日本という国をどうしたいかっていうのを見てる。 人たちがい、うん、いないんだよねでもこれねもしかするとこれ政治家はやっぱ変わっていくからやっぱりシステム官僚例えばその日本の国はこうあるべきであって将来はこうなるからこう,しこういうような考え方でやっていきませんかっていうのを政治家にこう提供するのは官僚組織やから本当はそこがちゃんと働いとけば政治家上がコロコロ変わっても。 仕組みとしてはちゃんと行くはずだったと思うんだよねあそうか政治家は選挙で何年に一回変わる可能性があるけど大臣も変わるじゃないですかでも下の時間から含めて官僚はやっぱりそこでずっとそれをやってる人たちだからね、はい、会社もそうじゃないあの、はい、病院もそうですよ院長とか社長とは変わっていくけど、はい、下の組織ってちゃんとしとけば、はい、あのそれは別に組織としてはちゃんとずっと続きますからね大きくなるしね<え>うん、だから そう考えると、はい、日本のそのものの今のやっぱりこの官僚政治家っていう仕組みがどっかで破綻してる壊れてるかなって思うよね。で<ー>誰の顔見て政治をしてますか誰の顔見て官僚はこう日本の国のことを考えますかって考えるとなんとなくこう機能してないかな。あのよく国会の答弁で、うん、あの官僚の方が、うん、あ後ろからねこちょこちょっとこうメモを渡して。 出てこられると割合似たイメージの方々という気も官僚ってああいう感じの方でも違うと思うんで多分彼らは本当に夜も寝ずにね資料を十分熟知して準備してさんもそうでした政治家に出してこうあるべきだしこういう返答をしてくださいとこういう質問が来るけど実はこうなんですっていうのをちゃんとその。 ちゃんとこう分かってる人たちだと思うんだけど、はい、なんとなく最近はこう政治がこう官僚を支配するような感じになってきたもんだから、はい、政治家の顔を見ながら、うん、いやこんなこと言ったらこの政治家怒るかなと思ったら言わないとかね、うん、まあこれはもうこの政治家と2年もしたら変わるからもうそのままにしとこうかとかね。はい だんだんね誰のための誰の顔を見ながらやってるんだっていうのがなかなか見えなくなってるかもしれんね。あ<ー>んだからその官僚の皆さんがもうちょっと実力を発揮してくださったら、うん、全然違ってるかもしれないなと思いながら、はい、最近のこの「どうしたらいいねん」と思ってますよね。どうううしたらいいねねと行行政もそうでしょ地方行政ももそそでで地方すよ、ねはい、さあこの後は「どうする京都」<laughs> そのお話を伺います。<laughs> 今日からグリーンコミュニケーション引き続き畑山博さんにお話を伺います。日本が心配 <laughs> そんな、だ、そんな大それた <laughs> <laughs>、はいはい。はい、京都も心配、もっと心配という感じで。で、うん、もっと心配だよね。はい、京都はなぜ心配なんでしょう。うん、京都ってね、もともと少子化だったんですよ。はい もともと少子化の,あの出生率があって、はい、東京が、まあ、あの一番低いんですよね、はい、これも低いのは何となく分かる気はするあの若い世代が多くて結婚もしてないし働いてもいるし子供もなかなか作る環境もないから東京が少子化だ、はい、まあなんとなく分かるなと思うんだけどその次が京都っていうのはねなんとなくなんでだろうっていうのをずっと言われてたんだよねいろんな原因があってね、うん、学生が多いからっていう人もいるし、はい、あ,のあるいはその 京都の女性ってね学歴高いいいんですよ結結婚婚ししづらいい意外と結婚しないみんな男性をばにしてるわけじゃないんですけど結婚しないね。<笑><笑>で自分でさっさと独身のうちマンション買って僕私は結婚しないとかっていう人もいるしねほ<う>高齢,高齢年を取ってから結婚するから子ども2人はとても無理で1人しか産めないっていう人もいるしん、まあ、何らかの理由で少子化だったんだけど元<々>最近はもう2つ1つはやっぱ住宅高い。 京都はもう住むのに高いでしょ。もともと。も一がもう,上,う上がりに上がって、うん、でもこれがなかなか難しいところですよね。マンション買おうと思っても今の新築のマンションちょっといいとこ五所の周りだったら全部一億だからねあなんな買えませんよね。うん、給与下がってる中で日本でな、うんでこんなにね マンション立つねんっていう話やろ、で、なんでこれ高いね、で、誰が買うんってっ。まだまだ増えてますか。まだまだ増えてるよね、まだすごい増えてる。あ<ー>、うん、そうで。でもね、建ててもね、電気つきませんよ。はい、京都の人買えないから、東京の人がその。ちょっとまあ、別荘代わりに買ったり、<ー>中国の人が買ったりとか。一ヶ月、二か月。そう、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 マンション、あの、ホテル取れないから、ちょっとマンションでも買っとこうかって感じでしょうね。はあ<ー>。うーん。 そううい方にとっては安いいけど京都の人たちにとっては地元の人たちにとってはもとても手が出ない。じゃあどうするかっていうとちょっと近くにね同じぐらいの広さで半分の土地マンションがあって土地があるわけですよ。それは大津に行ってもあるし草津に行ってもあるし上陽に行ってもあるし箕面に行ってもあるからそっちで子育て世代。京都は子育て世代がどんどん抜けていってるんだよね。 この年続けて京都はその人口が減るナンバーワン日本で一番多い都市ってね人口減少率が一番高い減少数がね減少数が一番2,000人ぐらい減ってるといわれてそれ偉いことですよね偉いことででも減ってるのは子育て世代なんだよそこが余計に偉いそうそうそうでしょい本当にそうだってね同じような規模で 京都と同じような規模で同じような予算があったら福知あの福岡なんかね、はい、福岡なんかやっぱりね同じです百五十万人ぐらいの人口で、はい、で一兆円ぐらいの予算があって同じ<お>同じだけど福岡どんどん増えてるんだよねで京都はどんどん減ってるんだよねこの差って何って同じように学生もいて企業もあっていろんな社会的なインフラもいっぱい同じやけどやっぱりこれはやっぱり考え方があって京都は京都はもう観光観光客を集めるために どうしようか、をずっと考えて。まあ、今もそうなんですか。今でもそうですね。オーバーツーリズムということが二三年前。言われたけど。なりました。でも、やっぱり観光客がいてなんぼっていうのは京都のその街の中っていうか、その行政の上の上はみんな考えてるから。はい、もう、それにお金をかけていくね。はい 中国の方にも来てほしいとか日本中からも旅行者も来てほしいしお土産物屋さん嵐山のお土産屋さんホテルもいっぱい高いの作って京都すごいねって言ってほしいっていうなんとなく見栄えがいい観光都市というイメージだってまあ綺麗な街やからねでも福岡は逆に同じようなでもオフィスを呼び込んで。 オフィスを呼び込んで、はい、新しいその産業を作って、うん、周りの人たちをそこに集めようっていうことをするわけやね。はい、住む人、うん、働く人、働く人、仕事、はい、仕事、そこが違うね。ね。そうすると人口が増えるところと減るところに分かれるからどんどんその差が開いていくよね。その世界一行きたい都市とか、うん、そういうこう一過性の観光というものに力を入れている。うんうん から京都はそういう人口が減らないってことですね。さっき言ったように、あの京都って住むのに大変でしょ。住宅手当高いし、でしかも物価も高いね。観光観光地ってやっぱり物価高いんです。他に比べるとね。ああ、そっか。うん、そうそう。そうですよね。全体の物価を引き上げますよね。どうしも上がるからね。はい。 でしょそうするとどうしたらいいですか小袖しづらいし、はい、住みづらいしでしかも高さ制限までしてるから、はい、マンション建たないしね高いマンション建たないですよね<え>じゃあやっぱ住,む住むとこないですもんね、はいま、でじゃあ病院病院じゃなくて会社しようとしてもオフィスもなかなか難しいよね高いからねああそうか、うん、だから働く場所,場所もないです工場作ろうと思ってもそんなに高いから工場も作られへんね そうですよねとかそうそうグローバルなとか企業がいっぱいありますっていうけど作ってるのは京都じゃなくて滋賀だったり、はいね、北陸の方だったり福井だったりしてるわけで、はい、えなんやそれはって話だねあだから結局そこで働き、うん、こう根を生やしている、うん、そこで、ね、いやそういう人たちが子育てする世代が帰ってこないと京都はこのままどんどん人口減っていきますよね。 人口減るとね人口減って静かになっていいやんって思う人たちもいると思うんだけど例えばだよ地下鉄あの年間あの1日1,000万ぐらいずつ赤字作ってるんか地下鉄あのあの140万人の人口が160万人ぐらいになるはずと見込んで作ってるんです人口が増えていくことがそうすると学校にも行くし子供もいるし、はい、地下鉄も乗ってくれるし、はい、売り上げも上がるし、はい、これちゃんと利益出ますよって作った地下鉄が人口が減ってるんだからそれは赤字作ったら当たり前ですよね。 そうですよねそう全部に来るの、本当に少子化っていうのはすべての産業にこれから影響が出します、一番最初に出たのは私たちの産婦人科のお産するところだし、今、保育園がそうですよね、はい、あの待機児童ゼロって、京都は待機児童ゼロですって、すごいなーって言ってたけど、はい、今は保育園とかもうね、どこでも,こでも入園できる、<え>もうガラガララだもんそういう状態ですそよ。 すごいのららららだっていないんだからそんな子育て、えー、世代いないんだから生まれないんだから何を考えてはるんですかと <laughs>、うん、あのどうなってるんですかどうなってるかと思うでしょ、はい、でしかも京都ってどっちかというと高齢者の街であるんだね高齢者多いんですでこれから高齢者は亡くなっていきますよ<あ> <laughs> そんな感じですか。京都高齢者多いんですか。あのだから葬儀場葬儀場なんかはまあ中国のね葬儀場の話が出ててずっと並んでるけど、京都も一階と一杯なの待たされるんです。ええ本当ですか。だからね。そうすると京都ってこれからどうするねんと。どうする京都。でか本当にね。観光地って言ってるけど、じゃ観光地であるためにはね裏方が必要なんです。例えばホテルで掃除をしたりベッドメイキングをしたりね。 ホテルのの従業員方もしうでですいいなんよ3時にチェックインできるはずなのに行ったら「まだ掃除が済んでないんで5時にしてください」って言われるそんなことなんです。結局人がいいいなってそそうううことででしょすじゃあいいや海外から来てもらいましょうかだって今まではじゃあ技能実習生で東南アジアから来てもらって中国から来てもらって働いてもらおうやっていうような考え方だったと思うんだけど円安だし日本の国は落ちてるから。 日本に来るよりもヨーロッパに行って韓国に行って中国に行った方が給与が高いんだったらそっちに行きますよねあのそうですよね、うん、日本のワーキングホリデーの学生も、うん、あの日本でバイトするより、うん、あのどこかオーストラリア行くとか言っうが倍ほど。そうそう給与がねはいですよね。ねほらすべてにすべ <laughs> てにこの少子化ってこう今からですよでも今から。はい うん、今からっていうのは何が今からですか少子化の影響が出だすのは今から今少子化で苦しんでるのは、はい、多分産婦人科病院であったり保育園であったりだけど、えー、でもこれから5年もしたら今度は小学校がガラガラになるし、えー、あとそれから6年もしたら中学校がガラガラになるし、はい、高校もそうでしょ。えー、で大学生が来るかって言ってでも日本中で少子化だから大学生が京都来てるからこの大学生がアルバイトしてくれるって言ってる大学生も来なくなりますよね、はいら。大変じゃないですか あのイーロンマスクさんが日本がくなるって。滅びるって言って、みんな。それでも、多分。知ってる人はみんな、そういうことかと思ったと思うね。はい。そういう意味でおっしゃったんですね。あ、やっぱりすごいです。うすごいよね。どっか情報はちょっと、彼なんか、彼もやっぱ変な人だと思うけど。何か見える世界が多少違うかもしれないけど、日本、これを、このままではあかん。なと思ったのはね。 やっぱりちゃんと見るもん見てるやろうね。そうですね。はい。私のブログ見てるわけじゃないと思うけどね。いやいやいや。あブログ書いてなかったわ。何を言ってはるんですかって感じ。そうするとどうしたらいいですか。いやこれはでもねでも記者さんもその少子化対策先送りっていうもう一番大事なことを先送りしたじゃないですか。 なんか言ってくださいいお願いします、うん、でもね子育てしやすい環境を作るっていうのはそんなに大変じゃないでしょはい本当にあののちょっと例えば高さ制限緩めてもうちょっと住みやすい町にしようかとかね、はいえっと、保育園もうちょっと入りやすくして、ええ、あのちゃんとお金も出そうか、ええ、またその今補助金削ったりしてるからな京都市ってね。ええ 肝心なところのお金の使い道間違ってませんか。間違ってると思う。間違ってますよね。でやっぱり無料化とかあのそういう子育てに優しくっていう。だってね。はい。カメだって。あ、これは話笑うわ。笑ってね。京都狙ってますよ。ああ。京都の子育てただ来てって今一生懸命狙ってますから。そうですか。畑山先生来年もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。